まずは、東野香る役を演じられました鈴鹿王子さん、お願いいたします。はいえー、本日はお集まりいただきありがとうございます。東、え、野、ー、香るを演じました鈴鹿王子と申します。えー、上映後ですもんね。<laughs> フラッシュがすごいですよね。<あ>びっくりしちゃいますね。どうでしたか。<laughs> あ、よかったよかった。はい<ー>。<laughs> うん 一番幸せです。あ,<ー>なんかありがとうございます。すあのよろしくお願いします。さあ、まずは鈴鹿さん。はい。今回声優初挑戦でしたね。はい。そういかがでした。いやなんか、うん、踏み入れていい世界なのかなって思いつつ、<laughs> うんうん、なんかでも本当に二日間だったんです。はい、こうアフレコというか。うん だったけどその2日間が本当に尊くて楽しくて<ー>こんなに充実した時間があるんだなってその時はもう目の前のことに一生懸命だったんですけど、うん、今思うとなんかすごく幸せな時間を過ごしてたんだなって<ー>思いますねうん、うん、もう冒頭の自己紹介のご挨拶から何かをこう壊さないように大切にねなんかこうしているのが伝わってきて、ね、それだけやっぱり。 ね、思い入れというか強いのかなって、うん、鈴鹿さんの中でも緊張してただけなんですけどでも何かそうですねこう人生の中で初めて向き合うものっていうそのタイミングとかすごく大切にしたいなっていう思いがあって生きてるので、はい、この声優さんっていうところに初めて挑戦して、うん、この「 夏へのトンネル「さよならの出口」っていう作品で遠野薫君っていう役を演じられたことがなんか幸せ者だなってだから大切にしたいなっていう思いは。はい